よし、今日も頑張って働くぞ。すいません、どうされました？え、お客様どうかされました？息子が、息子さんが電車との接触事故で体が動かなくなってしまって、電車が大好きで銀さんの帽子が欲しくて病室でずっと泣いてるんです。そうだったんですね。無理なお願いかもしれませんが、息子を勇気づけるためにも今日その帽子を1日だけ貸してくれませんか？いや、それは明日には返します。お願いします。わかりました、どうぞ。銀さんを信じてました。本当にありがとうございます。息子さんが良くなりますように。あ、代わりの帽子取りに行くか。お、鈴木、お疲れ。ホーキンはショートヘア。何ですかそれ。今のギャグなんて実験、都合低すぎ。てかお前帽子は？さっき改札に来たお客様に貸しました。大怪我を負った電車好きの息子さんを勇気づけたいとのことで、良くなるといいな。何してる。会社のもの他人に貸したことがバレたら本社から解雇宣告食らうぞ。でも息子さんが。言い訳するな。待って、その人の特徴は？ピンクの服で金髪の女性でした。やっぱり。続け、はい、聞いて驚くな。そいつはとんでもね悪魔なんじゃ。窃盗の常連ですか？そいつは数年前から駅にあるポスターや物品をたくさん盗んでいるんじゃ。でもなんで今まで捕まえられてないんですか？駅員をうまいこと見計らって犯行を呼ぶから。監視してもなかなか捕まえられない日々が続いての。なるほど。なるほどじゃない。早く帽子をかぶって犯人を捕まえに行くぞ。はい、今日も余裕でしたっと。もしもし、今日は駅員さんの帽子ゲットできたわ。いくらで売れそう？え、10万円激アツじゃん。さすが JR は高くつくわ。10万円ですか？え、何？よくもまあ転売目的で私に声をかけてきたもんですね。何ですか？おっと、でもまだわからないか。息子さんにあげるんですか？そうですよ。じゃあ私も一緒にその息子さんがいる病院に行きますわ。病院？駅員が直接帽子を渡した方が息子さん喜ぶでしょ。くそ、続き追いかけてくれ。任せてください。絶対逃がすな。おい待て。